今日はマスク警察に一言言おうかなと思って来ました。今なんかマスクせんと外出とったら、おいマスクしてへんやんけ、マスクしろとか、なあ唾吐きかけたりする人もいるらしいよ。なんか保育園の子供たちが散歩してる時に、おいなんでマスクしてへんねんとか、ソーシャルディスタンス守れとか、なんか言ったりする人もいたりとか、ましてやこの前小学校1年生の子がなあ通学中、朝学校行く途中マスク忘れてもうたらしいねん。それでマスクしてへんくて、でその子に対してなあなんかマスクなんでしてへんねん言うてなんか言ったやつがいるみたいやな。それでその子は泣きながら学校行ってなあ、で学校着いたらなんかずっとこうやって手を押さえてて、その子が先生どうしたん言うたら、まあマスク忘れて途中で怒られてそれが怖かった言うて、でずっと口塞ぎながらなあ怖い怖い思いながら学校行って、いやそれはなちょっとやりすぎやわ、あかん、子供を泣かすな。もちろんな今コロナで外でマスクをしないといけないとか、ソーシャルディスタンス守るとかっていうのはな、まあ当たり前のようやけど、みんなが気にかけてやってることやん。でもずっと外でマスクせなあかんわけでもないやん。今こんなクソ暑いのに外でマスクしてたら熱中症なんてまうで。なマスクせなあかんところとせんでええところぐらいはみんなわかんねえから。でもなそれを今回の件、俺がまあちょっと一番ちょっとムカついたんは、子供を泣かしたっていうことがムカつくな。聞いてちょっと涙出そうになったよ、そのことを考えたら。子供はな、子供はっていうか、子供もみんなコロナなんか怖いっていうのはまあ分かってんねんな。でもなやっぱ大人がコロナのことを理解するっていうぐらい、子供はやっぱ理解できてへんところっていうのはいっぱいあると思うし、やっぱいきなり外に出たあかんとかな、家の中で遊びなさいとか親に言われて、ああコロナだから今外に出れないからまあしょうがないのかって子供なりに思ってるかもしれんけど、漠然とした恐怖っていうものを持ってる子供っていうのはいっぱいおると思うわ。大人は理解できるかもしれんコロナのこと、でも子供はそこまで理解できへんや。でもコロナが怖いって分かってんねん。漠然とした恐怖で怖がってる子もいっぱいいると思うねん。そんな子たちに対してな、もうなんかマスクしてへんやんけみたいな感じでこう大人に言われたら子供怖いやん。まあそれでもな、まあマスクしてへんやつが悪いとか、マスクしてへん子に対してその人はちゃんと注意したからそいつ間違ってないやろっていう意見とかもまあいっぱいあると思うわ。まあそれはそれでわかる。でもなその子供が結局怖くて泣いてんねん。それが答え。それな言ったやつにな愛情ないねん。子供はなそういうのはめちゃめちゃ敏感に感じんねん。なんで大事にしてあげれへんの子供を。自分よりも弱いやつにしか言わんねやろそんなやつ。隣でマスクしてへんくてギャーギャー騒いでてくしゃみとかしまくってるでかい体のでかいヤクザに文句言うか。怖いやん、言わんやろ。結局やっぱ力の弱い人たちに言うっていうやつがまあほとんどちゃう。それはな正義でも何でもない、ただ単に自分の自己満や自分のな多分ストレスっていうものが、多分自分にもストレスがあるからそのストレスが出てんねやろうな。まあその言ってる人たちっていうのは別に、まあ、悪い人たち、そんな人たちじゃないと思うんや。そんなんじゃないと思うね。やっぱなコロナでみんなな、やっぱストレスをやっぱ感じてるし、みんな持ってんねやな。コロナで結局そのコロナのストレスの延長がこれやろ。まあなみんないろんな不安とかな、辛いこととか我慢してることとかいっぱいあるやろうけど、それをな子供に当たるな。外でマスクしてへん人たちな、マスクしてへん人に対していきなり当たるな。それはその人の自由なんだから。その人たちもな
バカじゃないねんからやっぱマスクせなあかんとことかも分かってるし、自分なりにやっぱり何かしら対応っていうかな、うん、やってんねん。だから自分と同じように考えたらあかん。だからみんなやっぱな、なんかこの自分に置き換えて考えるから絶対良くないねん。自分に置き換えて考えるっていうのはよくなんかこうな、小学校の頃とかよく言われてたけど、人は違うから、自分やったらどうやなとか、その考え方はちょっと怖い。それはやっぱり自分と違う相手、自分だったらこうなのになんでなのかなって、俺こんなにコロナ怖くてこんだけコロナ対策してんのに、なんであいつそれでいっぱいな我慢してんのに、なんであいつ我慢してへんって。そらコロナ怖い人もおれば、コロナが怖くない人もおんねんな。人それぞれちゃうもんな。コロナが怖い人もおれば、コロナが怖くない人もいるしな。我慢してるっていうな、俺はこれ我慢してるっていう人もいれば、俺はこれを我慢してるってまた違う人もいるし、苦手なことも違ったりとかな。まあ結局な、これなんでそういう風になってるのかって言ったら、まあコロナのストレスやから、みんな、だからそういうな、子供泣かしたやつ、そいつをなんかこう怒るっていうんじゃなくて、そいつも多分苦しんでるから、だからそういう大人を、周りの大人がもっと支えないといけないと思う。結局弱いとこ弱いところにな、なんかこの行っちゃうねんから、だからやっぱそういう行かないように、自分の家の近所の人とか、ちょっとあのおっさん変わってんなとか、あんま普段喋らへんけどあいつちょっと何してんのかなとか、ちょっとなんかこう寄り添ってあげるっていう、そういうことっていうのは本当もう身近な地域コミュニティ、本当もう自分の隣の家近所、そういう人たちのな、そういう人たちにちょっと寄り添ってあげるっていうことがやっぱ俺は大事やと思うねんな。結局そこでやっぱりストレスな溜め込んで、コロナのストレス溜め込んで、それを発散場所が結局こうやってマスク警察だったりな、女の人じゃないけど、そういうまあ子供にだったり、やっぱ力の弱い人に向けられていく、まあこれは本当良くないわ、全然あかん。人はみんな違うからさ、外でマスクしてない人でもな、その時体調悪い人もおるやん。マスクつけたいけどこの辺めちゃめちゃ敏感肌でマスクつけたらもうかぶれてしまってもうあかんねんっていう人もおるかもしれんし、ちょっとね僕ちょっと肺ちょっとダメになっちゃってみたいな、でマスクしたらもうめちゃくちゃ苦しくてできないんですよっていう人もいるかもしれない、だから今外でマスクするのが当たり前っていうふうにはまあなってるけどなんちゅうのかな、なってるけど、まあみんながそのふうに思ってるっていう、その集団の考え、だそういう集団の考えっていうものが個人を否定するっていうのはもう絶対に俺はあかんと思うな。違うねんから、ましてや何にも分かんないな、コロナ怖いしか分かんなくて、漠然とコロナのことを何も理解できない子供たち、でもコロナは怖いって、そんな子たちにな対して、子供を泣かすようなことをするやつは俺はちょっともう、まあムカついかな、なめも言うけど、だそういうのを煽ってる、まあ、はっきり言ってテレビ良くないと思うんだけどな、テレビでまあやってるやんな、自粛警察の次はマスク警察や言うて、あれもな、別にもうそんなんせんでええやん、別にマスク警察や、じゃあマスク警察の話すんねんやったらな、優しいマスク警察の CM でも一本作りゃええやんな。あ、今日どうしたなんて、おうって言って、今日どうしたの、俺マスクしてへんやん、忘れたなって、そうやねん、ちょっと忘れちゃっ って、あ、じゃあ俺のあるからこれ使いいやって、それでええやんな。マスクしろとか唾吐くとか終わってる、そんなことすんな。今回俺が一番言いたいのは、子供っていうのは日本の宝やねん、世界の宝やねん、大事にしろ。以上です。
今日も最後までありがとうございました。失礼します。